小郡町は山口県の中央部にあった町、古くからの山陽道の宿場町である。現在の西日本旅客鉄道上線、山口線の開通後は音量交通の鉄道結節点としての機能が高まり、サンタジリ駅から機関庫が移転し鉄道と商工業の町として栄える。県央部唯一の新幹線駅である新山口駅が置かれており、 県央部の玄関口として、周南市徳山地区とともに、大手企業の出先は多い。新山口駅新幹線口の区域は、開発により、田園が取り囲む中に、ビルが林立する光景になっている。新山口駅は2003年10月1日に、それまでの小郡駅から解消したものであり、駅名解消を条件に、新幹線、のぞみの一部が停車するようになった。 2005年10月1日に、小郡町は、山口市、吉木郡阿洋町、阿樹市町、沢郡徳寺町との新設合併により、山口市の区域になり消滅した。山口県のほぼ中央、沢原の川沿いに町域が広がっていた。合併直前は、町域のほとんどを山口市に囲まれていた。農業、大日本徳農家名館によれば、小郡町の特農家は、 長山虎田、森重新農場、武派、栄造、古林重次郎、古林新吉、末吉光次郎、原田栄の進、島谷虎造、石井光造、白井平造などである、商工業上里地区下郷地区、ありがとうございます。